ああ、バズりてえ。どうも、原口あきまさです。モノマネとかやってます。さあ、今回はですね、ベーン出ましたペヤング超大盛りギガマックス関西風天かす。大きさどのぐらいかと言いますと、普通のペヤング何個分？4個分だ。4個分入ってるって、早食いしようかなって思っております。いろいろ YouTube 見てますと、水溜りボンドのお二人がやってたんですよ、早食いを。トミーが2分10秒、早すぎる。これは早い。カンタの記録が確か11分16秒89でした。で、どこ目指すかっていうね、5分ぐらい。トミーさんには負けるけど、カンタさんよりは早く食べたいっていうこと、はい。ちなみに、あの、早食いとか得意ですか？もうやったことないですね。うわこれすげえ。麺が4個分やで。この麺が早く分けて、うわ、私44歳なんですよ。今年45ですよ。45で何キロカロリーよこれ。1939キロカロリー。1日1食までにしてください。ですって。やべえ、これお湯足りるかな。え、やべえ、大丈夫かこれ。これ足りてんの、お湯。1300ml 使うって書いてあった。書いてた、うん、読んで。読んで。やばいや、時間ねえじゃん。そこにあるじゃん。つないでおいてよ。お湯を沸かすんでしばしお待ちください。これやばくない？マジで。天かすの量すごいね。天かすの量すごいんだって。ほら、天かすだけじゃない、もう麺、麺も重たいもん。それではいただきます。ていうか、うまい、おいしい。マツコさんが CM してたの、これ。誰が食べるの、これっつって。バカじゃない。吸えてないよ。ちなみに、トミーさん記録は2分10秒だったので、やっぱり間に合いませんでした。トミー早すぎるやろ。しかもトミーはガーリックの方でしょ、うん、だからこれ味変えたくなるね。味変じゃなくてキャラ変でいいんじゃないですか。なるほど。だって今何にもやってないから、素の原口開けますから。つまんないよ、やんないと。おい、つまんねえとか言うじゃん。タカさんの実食もあるかなと思って期待しちゃったので。あ、一番大事なやつ。実食。だいぶ経ってる。だいぶ経ってる。だいぶ経ってるし、今ので4分30秒になっちゃいました。え、なんで？減ってきた？結構減ってきました。まだペヤング1個分以上あるね。44にはきつい。ちょっと早食いなんで。味変ないのキャラ変。確かこれマツコ CM やつやね。マツコが言ってました。いや、マツコとアウトデラックスやってるから、俺行く。めちゃイケでやってたからな、大食い。行くで、早なんで。やべ、1になったら早なんで。いただきます。うまい。うん、あー、きつい。これはしんどいよ。結構しんどいわ。99緊急事態やで、これ。いや、すげえ、これ。もう、でも、だいぶいったぞ。もうちょいや。よし。ここは
私に代わるわよ。私が CM やってんだから、私じゃないと食べれないんじゃない。マツコです。おい、もういける、もういけるぞ。やっぱり私じゃないとダメ。マツコさんできたんです。原口あきまちゃん。変なとこ入ってきたわよ、麺が。よーし、おやぞ。食べた。完食。完食。食べれましたね。これ食べれちゃうわね。食べれちゃうな、これ。って言ってた、締めで。で、記録は？記録は、じゃじゃん。13分41秒03です。どうしました？勝たない意味ないやん、これ。カンタの記録には勝てると思うわ。思ってたのに。四男坊が飲みかけのお水くれたわ。俺が飲みたいんやけど。あと。中途半端ですね。バズるわけないよ、こんな。ただただ胃が満たされてるだけ。こうちゃん、こうちゃん、さすがにこのペヤングの後、米食った後、ポテチは苦しいわ。さすがに、うん、なんか甘いもん食べたい。うん。持っていくなよ、全部。俺頑張ったやん。うん、うんじゃない、違うやん。あ、もうそんなんじゃバズれないよ。分かっとるわ。あとね、うん、ええよ。何を言うてるか分からん。終わり。チャンネル登録よろしくお願いいたします。